私が一番感動しましたのは、そういう異宗教の方々が、まあ、大声が声をこう、声を出してですね、まあ、和楽器の、 あのなんですか、雅楽に合わせまして、国歌斉唱をした時ですね、非常にその音楽とそして立神宮の自然とそしてその、合唱がですね混然一体となって、なんだろうこれはという感じがしまして、言葉では言えません、そう感じるしかないなと思います。とにかく自然とですね、何か胸に込み上げてくるものを感じたのを今でもちょっと思い出しております。おそらくですね、世界中の宗教の中で例えばちょっと考えていただければわかると思うんですが、キリスト教の教会で、イスラム教の方がお祈りできるでしょうか。イスラム教のモスクでですね、キリスト教の方がお祈りできるでしょうか。できないですね。司会の皆さんがおっしゃったように、どこかやはり今他を受け入れない心の者同士の衝突の世の中になっているような気がします。それをですね、全て受け入れている姿を見たから私は感動したのではないかなというふうに思っております。そういうですね、差別や区別のない、世の中、世界もですね、そういう受け入れる心を持った古来のやはり神道であり神社といったところから端を発しているこの日本の文化をやはり世界平和ということにやはりつなげて、ここから発信していくべきではないかっていう、そういう思いから今日が、実は開催されております。皆様にはそのことをちょっとお伝えしたいなというふうに、思っております。実は、その23日ちょっともう終わりますが、先ほどの社長ちょっと長いですね、私ね、いいよ、もう感動してる最高。スカートはロングスカートですもう終わります。まあ、小坂社長とですね、一緒に麦わらさんと一緒にですね、2日間寝食を共にし、車の中、あとはあの食事の時や麦わらさんと裸の付き合いをしまして、露天風呂の中、あとは、夜の部屋でのですね、旅館の部屋でのお話をですね、もう様々ずっと聞いていますと、本当に日本 の、 あの皆さん誤解がやはり世界に対してあるのかもしれない、もうただ思うところは世界中一緒だなっていうのをすごく感じたんですね。で今日はそれを感じ取っていただければいいのかなというふうに思っておりますし、まあ、そういうムガールさん今日はあの主役になっております。ぜひですね、ムガールさんのあとお話を聞いて、その慈愛と感謝に、満ちたムガールさんに触れていただいて、ムガールさんをはじめとしてですね、そして、ここにいらっしゃる皆さんたちがですね、主役です。お互いがですね、やはり仲良くなっていただいて、本日は良かったなと笑顔で帰っていただけることを、今回の 会の最終目的といたします。以上で、開催の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。